真鍮によるチュルクエ1黄金薄板の複製、チュルクエイ黄金薄板は、スウェーデン・グレーキンエ地方のチュルクエイで発見された2枚の黄金薄板。ノルド祖母のエルダー・フサルクによるルーン碑文が刻まれている。この2枚の黄金薄板が発見されたのは1817年、チュルクエイ付近の石の多い丘が開墾された時のことであった。薄板は岩場の草の根に絡まっていた。 薄板とともに東ローマ帝国皇帝テオドシウス2世の金貨が1枚発見された。これは西暦443年のものとされる。シュルクエイチ黄金薄板は西暦400年から650年の間のゲルマン敵機時代のものとされ、現代ではスウェーデン国立歴史博物館が管理している。これは バデステーナ黄金薄板と同じく典型的なシ黄金薄板であり、下部の馬と上部の鳥の間に定型化された頭部が描かれている。この図像は北欧の古代宗教における神オーディンの早期の形態であり、その聖獣である馬とカラスを共に描いたものである、と通常は解釈される。チュルク A1 黄金薄板に刻まれたルーンヒブンラテン文字への転写、日本語訳、 ウォール・カーンがこの黄金薄板そのものを指す複合語であるという点では見解は一致している。ウォールは現代の英語のウェルシュと同源であり外国のヒゲルマン民族のを意味するがおそらくここではより狭い意味でローマ人のあるいはカリア人のを指して用いられている。一方で二番目の要素であるカーンについては諸説が提案されている。ある解釈によるとカーンとは カーネの単数予覚であり、ウォールカーンとは黄金を意味するケニングである。これは、ローマ帝国のソリーデス金貨を擁有して、黄金薄板の素材としたことを指すのかもしれない。カーンについての別の解釈では、この要素をラテン語のコロナからの借用語とする。しかし、コインの表面に王冠が描かれることにちなんで貨幣そのものを王冠を呼ぶ。この用法は、 中世世紀においてのみ確認されていることから、現代ではこちらの説はありそうもないと考えられている。ヘルダルという人名はヘルドマイナスに由来しており、国モンドは国マイナスとムントマイナスからなる。チュルクエ二黄金薄板も同時期のものと考えられており、オタと読める三文字だけのルーン碑文が残されている。これは恐怖と訳すことができる。この定型語は、 DRIK55, DRIK152, DRIK578 DR といった他の黄金薄板にも刻印されている。ありがとうございます。